するため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち、名古屋おもてなし部将隊、陣笠隊、よろしくお願いいたします。誠嬉しいですな。たくさんの方々ありがとうございます。はい、続くの今イオンホールでは、あの夏に欠かせない浴衣や水着でござったり、いいあとこのイオンの東海のイオンを回れるスタンプラリーであったり、スタンプラリーしかも2階にはお化けが出る屋敷もござると、もう夏にぴったりですな。はい、ぜひ行ってみてくださね。はい、さあそんな我らですけども、今度は名古屋にあります名古屋城を拠点に活動しておるものの風習団でございますが、普段土日祝日に行っておる演舞をこれよりはお届けしたいと思います。やってまいりますが、しかしながらこの我らの演舞はですな、皆様ただ見るだけではござらんのです。はい、皆様も共に参加をしてこその我ら名古屋おもてなし部将隊の演舞でございます。はい、さあどうやって参加するんじゃ、どのようにして参加するのかと申しますと、はい、勝ち時というものを皆様には挙げていただきません。勝ち時、勝ち時とは、はい、正右衛門のえいえいの後に皆様はおーと息の拳を上げるものでございません。はい、さあそれではやってまいりたいと思います。ゆえに皆様息の拳を上げてくださりませ。さあ上田さんも皆様ありがとうございます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆様はおーと元気よく声を上げてくださいませ。お願いいたします。こちらを三度繰り返します。はっ、はい、それでは参ります。皆の者勝ち抜きじゃん、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。さあ我ら名古屋おもてなし部将隊は400年前よりよみがえりし物の集団、本日は元気という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を先進戦にお届けする所存でございます。世は大変だ、その暮らし楽にある、民は必死に生きております。その様は400年前天国の世と何も変わりませぬ。ゆえに方々はよみがえ、知能三郎、ここはどこじゃ。陸様にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。清正、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。今どこじゃ。日の本の国、平成の合戦場にございます。で、あるか。面白い。矢野の出陣じゃ。わー、さあ皆々手拍子をいたせ。まずは神聖なるかかりたいことを参ろうか。ハッ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 
さあ、手拍子をやめるない。家康様に生涯を尽くし、槍を振るい続ける忠義を尽くして城を築く加藤忠義。トラウチ型でしこみられて明るきを切り開く我加藤清太さあ天下無双が誉れ明日もらえる我慢を重ねること幾数年最後の最後に全国を制覇した戦艦徳川家康こんな島北市じゃもう一人じゃ4歳の子たちも食べてよい浜に参ろうこの一生は共に表遠き道を行くべことし急ぐべからず三つ葉の愛がむしろを導かん尾張名古屋海軍徳川家康はっ食いんだ曲げるなその思いは尽きることですその男は誰も見たこともない夢を垂れずに花を舞っておった天下人織田信長
ますが、我らは名古屋おもてなし部長隊、現世によみがえるし物の集団である。我らは名古屋を世界一の観光都市にすべく、さまざまな戦を行っております。例えば電波線、ラジオ、そして放送線、そしてこの遠征線、このようにこのような場所にもさまざまに赴いて、我らの良き物心を皆々に知らしめておるところでございます。やはり名古屋城にばかり押し込まっておってもいたんでな。名古屋の良きところ、そして日本物の良きところは皆々に知ってもらいたいと、ああいったところであるな。さようにございます。ちなみにこの加藤清正はな、わしが築城いたした名古屋城の目玉である、なあ、花形である天使の一代を築城したものじゃ。なあ、詳しくはな、この足軽陣が祭の松右衛門と勝之助、この二人がな、タワーマンを配っとるんで、ぜひとも欲しいちゅうものはな、手を挙げてくださいっつってくれればな、はい、上に。わっぱたちはじーっと待ってくれ、すぐに行くで。さあ、そうじゃ、そうじゃ。さあ、全然のパワーだろ。こちら、ワールドコートなる戦場にて、多くの者たちが集いました。4階までおりますぞ、4階の者たちや、3階の者たちや、2階の者たちや、そして1階の者たちや。どうもありがとうございます。なかなか良き戦場でございますな。そうじゃな、いいところによると、おお、アウトレットなんだか、お、あるそうじゃな。さようですか。何やら良き品が安く手に入る。お、掘り出したものでございます。そうじゃ、そうじゃ、 お宝発見です。しかしも買い物しまいったんじゃろう。ぜひともな、参ってほしいんじゃない。さようですな。聞くところによると、あちら側は今最大7割引き、そしてもうちょっと奥や2階や3階に行くと8割引き、そう、店もござるがゆえに見てもいい。あ、まだなりますよ、まだどこらどこら、まだ行くぞ、最中まだなりますよ。買い物する機会ではありませんね。ちなみに買い物するとしたら何が欲しいですか。わしか、わしは鉄砲を買いたい。鉄砲を買いたい、何故。鉄砲割れの強者があるしな。確かに3000丁あるから。確かにこのイオンモールであれば3000丁あるわけがないですと言っております。申し訳ございませんでした。ですが、この現在このイオンモール、なんと2階にこの一番目白押しのものがあると聞いておりますが、これな、現在目玉になっておる7月の16日から8月の21日まで開催中のお化け屋敷じゃん。これはな、 3D ホラーハウスと題しての立体的に床や壁から今何をしますか。ゆえに床や壁からこれ、なんで我らがこのような言い方をしとるかというと、実際に先ほど行ってきたのじゃ。おそらくものすごい悲鳴が聞こえたかと思う、おなごの悲鳴が。おなごの悲鳴、実はあれ我らじゃ。とんでもない悲鳴で、まあわし先頭に行ったのじゃ。2番目信長殿、相当強い力で押してくる信長殿、いかがでございましたか。あのお化け屋敷、お前の歩みが遅いんじゃ。いやわしが早く行こうとするとこうやって引っ張るし、わしがゆっくりになると押すし、しかもこのわしがほう、まあわしは大体大丈夫な方なんだ。しかしながらこう角を曲がった瞬間におるとほうとなるじゃん。そういうのやめろっちゅうのタブロー。あんなに大声で真後ろから言われたらわしも怖いですよ。そうだな、わしの驚く声にわしが驚いて驚かれるという悪循環。そうじゃん、迫力がすごいですな。すごいぞ、皆さんもな、ぜひ参ってくれ。面白いからな。田村殿も今一度参りますか。わしはね、本当によね、で勘弁してくれ。故にこの織田信長様が驚くほどの怖さ。そうそうそう、ぜひ皆々にも体感してもらえる。体感ってもええと思う。織田信長もおののくお化け屋敷 3D ホラーハウス死者の館へようこそ。なあ、すごいな。かなりの人が集まるのではないかと。うん、さようであるな。さあ、そしてな、こういった
イオンモールというのはな、各店舗が集うておるな、はい、祭りの出店のようじゃな、カズノスケ。さようでございます。もう先ほども商品申しておりましたが、ほうほう、たくさんの催しございましたりと、うん、そして美味しいものもたくさんございまして、うん、その昼時にはええのーというところでございます。そのイオンモールがあるの、イオンモール名古屋港がござるこの港の地域で祭りといえば何じゃ。それといえば間違いなくですな、海の日の港祭りでございます。どういった内容じゃ。こちらですと、なんといっても毎年ですな、海の日に行われるこのお祭りでございますが、最後に上がる花火、これがもうなんといっても永遠です。感動もの、バッ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 、永遠です。これはこの名古屋の港に限らず、もうこれ愛知県の風物詩もなってます。ありがとうございます。ちなみにそれは何月何日頃開催じゃ。こちらはですと、毎年海の日でございますゆえに、大体7月20日拙者の生誕日頃でございます。もう済んどるではないか。これから始まるものを説明せんと。お主失礼いたします。つい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 海の日で聞こえてきて、もしやと思ったが、お主来年の話しとるのか。あ、じゃあぜひとも来年のお楽しみに皆様あと11ヶ月ほどでございますからな。もう皆々忘れとるぞ、その頃には。まあ、ことですか。当たり前じゃ。では、忘れんように毎月、拙者、カズノスケ名古屋城ございますので、そちら、マイクいただいたら、私がその説明しますので、ね、そうしたらもう、忘れんですね。いや、そしたら、他で別の時期の良い祭りがあるから、こっちの方を説明いたせ。で、ござりましたら、やはり名古屋といえば、名古屋祭り。秋の風物詩ですが、私が説明したいのは夏の風物詩でございます。名古屋のど真ん中祭りというのはどうでしょうか。良いではないか、ど真ん中祭りじゃ。こちらですの、日本全土の踊りの祭典でございまして、この際、これはですね、8月26日、27日、そして28日に行われますが、なんとわしら名古屋おもてなし部招待も28日に参加いたします。これは後祭りファイナルと申してな、なかなか見られんのじゃと。このメインステージなるもので踊る者たちは、この各戦を勝ち上がってきた猛者たちばかりなのでな、その中で我らが花を添えるべく演舞をいたすというわけじゃ。そういった演舞をこだびは、この5人編成特別技主たちに届けた。いかがであったか。ありがとうございます。満足のようですが、これは熱いの。どうも、なんじゃこれは。なんと宣伝上手だ。汗を拭くことか、これが出でしょう。いやいや、全然触れとりませんでした。今は総額ワウンダフル抽選会というのが、今日から抽選会が反対側が広場で始まっておるじゃん。これはどういったものでございますか。これは お買い上げレシート合計5000円ごとに、なんと1回抽選が決めるのが、イオン賞金1万円分なのが当たるということですから、5000円で1万円だと。おお、ありがたい。皆さんがこの後は買い物をして5000円以上かな、5000円以上期間中のレシートは合算可能じゃ。ああ、なるほど、合算可能であるということですね。こちらからぜひ買い物を出して抽選会を楽しみに、外れたらな、また5000円分かってるな。最大1人10回まで送る。詳しくはカラクリにて検索いたせ。しっかりな買い物をしてったら買ってくれよ。みたいな頼んだぞ。どうするか。わお、買い物せんな。これはいやしっかりと真剣に聞いとるということですわ。おう、そうそう、最後ですが、改めて期間は抽選が本日から16日までの3日間です。3日間じゃ、今しかないのに。確かに、うん、捨てるでないぞ。もしこれは他のものと合算してもよいのかの。これはそうじゃ、であれば、まあ、例えば1人1000円だとしても5名の友と一緒に合算することができるでな。ぜひとも活用いたせ。その方法があったら中間をしとくな。であれば参加するかもちゅうことか。協力を出してたな。なるですな。そうすると分配はどうなるでしょうな。例えば5000円のうち3000円買ったものが1人と、それから500円買ったものが1人と、これ1500円買ったものが1人と、まあ、そうして合算で5000円だと、それで1万円が当たりました。どういう計算になりますか。
こう、今その自分が払った倍をもらえばいいってことですけど、3000円払ったものは6000円が返ってくる、500円出したものは1000円返ってくる、1500円出したものが3000円返ってくる、それは合計で1万円ということかも。そうじゃ、清山さん、わかりました。わかりました。わかりました。お主読み書き計算の国は法人か、もうできませんでした。お主のここに胸についとる何かこの汚れのようなもの、これは汚れではありません。それは銭コマを表していただいた茶の目でございます。50円玉ではないのか。違います違います。あ、さようか。まさかこのようなこと言われる、それ家紋か。さようにございます。そんな簡単な作られる家紋になるのか。簡単なのでごめんな、縁起がいいのでございます。さようか。ただの丸がこうついたのかと思った。いやいやいや、これでわしの監督が怪しかったな。このイオンモールドはこのような家紋がついておるということです。こういったものを、まあ、レシートなるイオンモールドのこれがついたレシートなるのを掲げて合算していたしてくれということですが、さあということでこのように多くのものが集えました。最後にこの一つに彼のものを参りますか。そうじゃな、いなる勝ちの人を参ろう。はあ、イノシの拳を掲げよう。イオンモール名古屋港、ここに集まるし、皆々の明るい未来に向かって勝つときじゃ。それ、はい、はい、わー